皆さんは印鑑をどこで手に入れるでしょうか百均の出入り口付近に印鑑がぎっしり詰まったくるくる回るショーケースがありますが面白半分にシ島があるかないやいやシ島という名字はかなりマニアックだから絶対ないはずと思って覗いてみると驚くことにシ島という印鑑があったのです。 もう安いとかというよりも何か掘り出し物を発見したような感覚になり即買いでしたしかしその時以降どこの100均でも椛島は見かけたことはありませんさて一般的に「因」とは誰か責任を持つべき立場の人が何かの状態を実際に自分で確認し間違いなく問題ありません という、いわば承認する行為として用いられていることがほとんどです。例えば、住民票を市役所に行って入手するためには、窓口に申請書を提出しなければなりませんが、申請書に必要な情報を記入し、そして最後にその内容を確認して、間違いないです、との意味で、ンを押すわけです。 そして、その書類を役場の方がチェックして、問題がなければ、最終的に市長の委員が押された状態で、住民票をいただけるわけです。このような重要な取引において、印鑑を用いるということは、委員の持つ効果が非常に重要視されていることがわかります。ところで、 新約聖書はギリシャ語によって書かれていますがギリシャ語のンという言葉を日本語では全く違う言葉で表現して翻訳されているという事実があります。これは時代背景や文化の違いなども関わっているので翻訳者によって微妙なニュアンスの違いから生じている可能性もあります。このような状況ですので パウロやヨハネなどの聖書記者がどのような意図を持って聖書を記したのかただ日本語の翻訳だけに頼って理解するのは難しいかと思います。そこで今回できる限り聖書記者のもともとの意図するところを理解するために文章の前後関係である文脈からその真意をくみ取るという方法によって 人間の行為による因と神様の行為による因に分類して整理することによって理解を深めていきたいと思います。まずは人間の行為としての因について聖書記者がどのような意図を持って因という言葉を用いているのか聖書からいくつかの例を挙げて確認してみたいと思います。 そこで彼らは行って石に封印をし万人を置いて墓の番をさせたこの場合の因について理解するためには状況を把握しておく必要がありますキリストの十字架の後遺体をお墓に安置した時にローマの兵隊は総督ピラトの命令によってお墓に大きな石の蓋をして 誰も中に入れないようにまた誰も中から出れないようにしましたそしてこの状態はローマ総督の命令により墓を封じたものであるという意味において因を持って封印をしたのですつまりこれは王や総督などの人間の権力者の命令を帯びたものは簡単に変えることができないという 封印の意味になりますさらに次の例を見てみましょう。しかし、その証を受け入れる者は、神が誠であることを確かに認めたのである。この時代背景としては、バプテスマのヨハネが自分の弟子たちにキリストのことを説明するときに、 キリストが救い主であるということを受け入れた者は神様が真実であることを認めているという神様に対する認識について因という言葉を用いています。これは人間が信仰を持つ根拠は神様を真実であると認めているからであるという意味があります。つまり 聖書における因は物理的なことだけではなく人間の心の中に起きたことも因として用いることができるということがわかりますさらにもう一つの例を見ていきましょうそこで私はこの仕事を済ませて 彼らにこの実を手渡した後、あなた方のところを通ってイスパニアに行こうと思う。この聖句においても、日本語ではインという言葉が用いられてはいません。まずはこの聖句の背景から考えてみましょう。パウロがマケドニアとアヤカの人々から、 エルサレムの貧困状態にある信徒に対して物質的もしくは金銭的な援助をすることを委ねられたためエルサレムに行って彼らにそれを手渡した後ローマに滞在してイスパニアに行くという計画についての話になりますつまりここでの因とは委ねられたものを間違いなく手渡す という確証として因という言葉が用いられていることがわかります次に聖書に用いられている神様の行為としての因について確認してみましょう朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る 口ない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。父なる神は人の子にそれを委ねられたのである。ここには父なる神様がミコイエス・キリストに永遠の命を委ねることを是認されたという意味において、因という言葉が用いられています。 しかし、神様の行為としての因と人間の行為としての因との間には、著しい相違があります。それは、神様の場合、御子に対して是認され、私たちに対して約束されたことは、絶対的にそうなるという部分です。人間の場合、絶 絶対そのようになるはずだとしても何かの手違いや事故などによってそうならないことがあり得ます。しかし神様は何かの事情でそれが滞ったりダメになったりする状況による変化は絶対にあり得ないということです。あらゆる良い贈り物、あらゆる 完全なたまものは上から光の父から下ってくる。父には変化とか回転の影とかいうものはない。この事実から私たちは神様の行為としての因に関しては絶対的に成就するといういわば永遠における価値を持っていることを 改めてて理解しておかなければななりませんなぜならこの永遠における価値を確証しているものには神様はその約束を絶対的に成就させられるからです実はこの絶対的に成就するべき永遠の命の未約束にはさらに2種類の「 神の因が深く関わっています。言い換えればこの2種類の神の因こそ私たちの永遠の運命を決定する根拠となるものなのです。次の聖句を見てみましょう。神はまた私たちに証印を押しその保証として私たちの心に 見玉を賜ったのである。ここに、私たちに正因を押しとあります。これが二種類の神の因のうちの一つになります。もちろん、この正因もまた、スプラギーゾーという因を表す言葉が用いられています。つまり、先ほどの是人という 意味を含んでいるということです。そしてこの是人の松因が押された結果、その保証として御霊を賜ったとあります。つまり、この聖句によりますと、私たちがもし精霊の感化を経験したならば、それは神様から与えられる永遠の救いに至る。 是認を受けたことになるということです。それではさらにもう一つの聖句を見てみましょう。あなた方もまた、キリストにあって、真理の言葉、すなわち、あなた方の救いの福音を聞き、また、彼を信じた結果、約束された精霊の昇印を押されたのである。ここには、 救いの福音を聞きまた彼を信じた結果として精霊の勝因を押されたとありますすなわちキリストの十字架の功績を信じて罪を許された者がさらに約束された助け主精霊の清めに預かった経験をしたことを精霊の勝因を押されたと表現してあるのです 言い換えれば、聖霊の商員とは、大祭司キリストの中保の働きに対する、神様の是人によって与えられる、聖霊の感化、すなわち、先の雨の経験、成果を表す言葉として、ここでは用いられているのです。 しかしこの聖霊の勝因にはどのような価値があるのでしょうか私たちはその本当の価値を知っていなければなりません。実はこの聖霊の勝因こそ永遠の運命を決定する贖いの日すなわち神の裁きである調査審判の時にクリスチャンが無罪放免となるために絶対に 大不可欠な証員となるのです。神の精霊を悲しませてはいけない。あなた方は、贖いの日のために、精霊の証員を受けたのである。つまり、贖いの日に起こるべき大事件、すなわち、神の裁きである調査審判は、先の雨である成果をその人が経験したかどうかを 調査する審判なのです。そして、その成果の経験をしたという事実は、その人が神との契約者であるという証明になるのです。言い換えれば、精霊の証員とは、先の雨である成果の事実により、神の契約者であることを証明するための証員なのです。 実はキリストの弟子たちはこの先の雨である精霊の勝因を受けることによって神との契約者としてすでに人生が全く変わっていましたそれゆえ彼らは永遠の滅びから永遠の命へと移されていったのですそして神様は この先の雨による精霊の勝因を人時代と同様に終末時代の神の契約者であるクリスチャンにも成果の経験として与えられようと望んでおられるのです。なぜなら私たちはもうすぐすべての人たちの運命を決定する贖いの日、すなわち生ける偽人の裁きである 調査審判がいよいよ始まる直前に生きているからです。私たちの神の下ベラの額に私たちが陰を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。先ほど神の陰には二つありますと言いましたが この聖句で神の下べらの額に押される印がもう一つの印である生ける神の印になりますこの印もまた今までと同じスプラギーゾというギリシャ語で記されていますしたがってこの印もまた先の雨と同じく父なる神の 大祭司イエス・キリストに対する善認と精霊の感化によるものであることがわかりますしかしこの生ける神の因と表現される精霊の影響力は先の雨をしのぐ後の雨と言われています特にこの経験は罪からの完全回復に至らせるほどの 著しい成果であり、聖書ではこの罪の奴隷からの解放のことを慰めの時と表現されています。福音の大いなる働きはその開始を示した神の力の現れより劣るもので終わることはない。福音の開始にあたって 秋の雨、先の雨となって成就した予言は、その終局において春の雨、後の雨となって再び成就するのである。これが死とペトロが待望した慰め、原文ではリフレッシング、活気づけ、回復の意の時である。 彼は次のように言った。だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち帰りなさい。それは、主の御前から慰めの時が来て、イエスを神が使わせてくださるためである。この生ける神の因とは、先の雨による精霊の商因が、 神の契約者の証明となったように罪人がその品性において完全に回復したという事実すなわち神の契約が完全に成就した事実を証明する因になります言い換えるなら生きる神の因とは 永遠の品性の固定なのです。そして、この生ける神の因は、地球歴史の最後に、未だかつてないほどの災害が滅びの天使によって地上に下るときに、その災害から守られるべきものとして、唯一見分けられなければならない、贖いの <陰>となるのです神の民の額に押される生ける神の因とは何かそれは人間ではなく天使たちが読むことのできる印であるなぜなら滅ぼす天使がこの贖いの印を見なければならないからである このあがないの因こそ、父なる神様が、御子イエス・キリストに委ねられた永遠の命なのです。それゆえ、神の刑罰である七つの災害の時、命が失われることがもはや不当となるのです。この生ける神の因を最終的に押された者は、全 宇宙の前に住人としてではなく神の家族として紹介されるのです新型コロナの影響で私たちが経験していることそれは今までのクリスチャン人生の中で かつてなかったほどの混乱です。世俗と教会との区別はほとんどなくなり、ただ安息日に教会に行っていれば結果的に救われるだろうという安価な救いを信じているクリスチャンがなんと多いことでしょうか。しかし今回、神の因が救いの根拠となることを 皆ささんはご理解くださったでしょうかこの「二種類の神の因」すなわち聖霊の松因と生ける神の因はイエス・キリストの十字架の犠牲の功績と復活後の天の大祭司の忠歩の働きによって神の契約者に絶対的に成就するという約束です。 しかし、サタンはその契約の知識を私たちに知らせず、またそれを求めないように世俗的な未悪をクリスチャンの生活の中にどんどん投げ込んでいます。そして多くのクリスチャンがそれを人生の楽しみとしています。私もかつてはそうでした。この世の楽しい人生が 永遠に続くことを望んでいました。しかし神様は、私が失われるべき運命に向かって突っ走っているさなかに、私が抗原病という不治の病になることをお許しになられました。そのことによって、この突っ走っている人生にブレーキをかけてくださいました。 そして、悔い改めて立ち止まった私に、神の契約の知識を明らかにしてくださいました。私はその契約の知識を初めて知ったとき、神様の救いに至るご計画の完全さに驚嘆しました。そして、皆さんも、この神の契約を 神様と結ぶことによって、二つの神の因に預かることができるのです。逆を言えば、今、精霊の商因を受けていなければ、生ける神の因は決して押されることはないのです。それが押され始めるときは、もう間近に迫っています。そしてこれは、 私たちが住んでいる日本の地から始まります。また、もう一人の見つかいが生ける神の因を持って日の出る方から登ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の見つかいに向かって 大声で叫んでいった。この日の出る方とは、イスラエルから見て極東の国、すなわち日本を指していると理解できます。神様は、この国から二つの神の因が押される神の契約者14万4千が出現することを望んでおられます。 皆さんはその事実を知ってどのように感じておられるでしょうか。私は証を一つにまとめ、教えを我が弟子たちのうちに封じておこう。神様は今私たちが神の契約者として 精霊の勝因を押されるために、悔い改めて品性が清められることを絶望するならば、心の中に神の立法を書きつけてくださいます。そして、その状態を調査審判に至る時まで継続できるならば、最終的に著しい成果によって品性が完成し、 永遠にその品性が固定されて生ける神の院に預かることができるのです。この聖霊の証院と生ける神の院という二つの証が心に神の立法が書き記された神の契約者の証明となり永遠の命が 与えられることによって救いは確定するのです。これが神の契約の成就になります。皆さんはこの素晴らしい契約を信じるでしょうか私は信じています。そして人生をかけて希望としています。確かに私は 弱い器ではありますが、日々、生ける神の因を目標として、精霊の商因、先の雨である成果を熱心に求めるものです。ぜひ皆さんにも、この素晴らしい体験が、神様の善人によって与えられますように、お祈り申し上げます。それでは、 一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、今日はあなた様の二つの因について皆さんと共に深く学ぶことができましたことを心から感謝いたします。私たちクリスチャンは神様との契約者であると言われております。しかし、 本当のその契約の知識はサタンによって隠されてありました。あなた様の御言葉の中から、この二つの神の因、すなわち、先の雨によって成果を経験できる、精霊の商因と、後の雨と言われる、著しい成果によって、罪人という事実が完全になくなり、 金星が完成するときに、私たちにその証拠としておされる、生ける神の因、この二つの因の知識を今得ることができたことを感謝いたします。しかし、これらのことを私たちに成し遂げてくださるのは、イエス・キリストの犠牲の功績と、そして今天においてなされておられる、 大祭司としての中保の働きによります。このイエス・キリストの功績ゆえに、あなた様は永遠の命をイエス・キリストに委ねられました。そしてこの永遠の命は、あなた様との契約関係にあるものに惜しみなく与えられるというこの約束を感謝いたします。どうぞこの二つの因を あなた様からいただけるそのような品性が私たちに与えられますように、またこのしもびども作り変えてくださるようお願いいたします。この神の契約の知識を希望とし、弱い器ではありますが、倒れてもまた立ち上がり、不意改めつつ、御国を目指して歩んでいきたいと思います。どうぞ、 心を合わせて祈っておられるお一人お一人にも、あなた様の素晴らしいこの救いのご契約が成就しますようにお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。